はい。大和ピアラブです。佐賀県の鳥栖市の事件で、警察は犯人が自首するまでは、事件性なしとして処理していたことが明らかに なりました。えー、どう考えてもね、この事件は、えー、外傷性のものなので、事件性があるんですよね。うん。えー、それにもかかわらずね、えー、佐賀県警が、もう事件性はなしとしてね、えー、処理していたっていうのがね、 えー、もう、いかに警察というのが、ずさんであるかっていうことが、よくわかりましたよね。うん、まあ、今回はたまたまね、長崎の大学生が、えー、自習したことでね、えー、今回の事件が、えー、事件であったということが、明らかになりましたが、えー、このようにね、えー、警察によって、 事件性なしとされて処理されている事件というのがね、えー、日本全国、山のようにあると思いますね。ご視聴いただきありがとうございました。